か。はい、今日は手羽先の甘辛煮と大根のおかかえです。わあ、余裕だ。はい、ありがとうございます。今日は、ね、ちょっとボリュームのある手羽先を甘辛く煮てご飯に合う味にします、はいはい、言えました、うん、言えましたね。でただの甘辛味ではなくて僕流のアレンジで、まあ、美味しく作ります、はい、そして今日はさらにもう一品、ね、うん、今日はご飯にも合ってお酒のおつまみにもなる大根を使った、うん、棒読みですから、ね、あえ物も作りますので楽しみにしていて、はい、プレッシャーかかってますね、今日ね、はい、素人ですよ、ね、さあでは今日の料理の見どころ題してショーのポイント1. 王道ご飯にも合う食材、重ねます。 2. ご飯が進む爽やかアクセント。ではよろしくお願いします。何笑ってんの。すいません、はい、楽しくて、はい、楽しいですね。ほんま楽しい。楽しくてしょうがない。ちゃんとやってくださいよ。でも任せてください、はいはい、まずサラダ油です、はい、サラダ油を敷いてね、手羽先を焼いていきますね。はい、なんか手羽先ってちょっとね調理するのに難しいイメージがあるんですが、うん、特に下処理とかはなくていいですか。いや何もしなくていいですよ。難しいですかね、手羽先って。 なんかイメージですけど、なんかこう先生煮物の時には切ったりとかしてたじゃないですか、うん、あ、まあ、あのお出汁出したかったんでね、前切れ目入れたりしました。今日は甘辛味で煮るだけなんでね、もうそのままでいいです。何にもしなくていい。何もしなくていい、はい、はい、で大体 2,3 分両面焼いていきますね、はい、でここでこんがり焼いて香ばしさをプラスすると皮がねあの苦手な方も、うんうん、食べやすくなりますね。しっかり焼いてあげてください。料理してますね。料理人の方です。そういう方一応、一応プロ。そちらの方は、そちらの方ですね。こちらの方面の方。こちらの方面の方。手羽先はコラーゲンが豊富なんです。ね、コラーゲン。嬉しい。肌に。コラーゲンいいですね。美容にいいですね。ねえ。あの、楊貴妃も昔食べたと言われるほどらしいですね。マジですか。直接言われてない。手羽先ガーッと食べたと。楊貴妃が好きだったらしいです。コラーゲンがね。コラーゲンが好きじゃないですか、ね、はい、すいません。でもね、それだけ食べれたんですね。女性に嬉しい。あの今焼いてるんじゃない、このこんにゃくも今日煮ますんで、はい、吉野さん、手でちぎってください。わかりました。あ、こんにゃくはね、あの包丁を使うより手でちぎる方が断面が多くなってね、旨味を吸い込みやすいですね、煮るときに。やれてないって、やれました。大変、これ洗いました、大丈夫です。これか、手洗わへんアナウンサーで有名ですからね。不潔やな。聞いてますよ、聞いてますよ、噂ですから。料理したらダメじゃん。噂ですから。ちょっと本当に石鹸で洗ってきたんですよ。噂、すみません、噂です。すみません。でも広まったんですよ。ひどい噂ですね、それ。誰か言ってるんですか。衣装でよく手拭いてるんですよ。そんなことしてません。これでね、お手で一緒になったんですけど。ひどいだろ。パッパッパッ。エプロンでね、ちょっと払った程度ですよ、そんな、そんな。先生もできれば入ってきてくださいね。僕のことやってるんでね、なんか。その手羽先を、ね、今裏返しました。裏返しました。ね、焼き目がつきました、ね。いいのですね。あ、でもちょっといいの出ましたね。はい、結構しっかりと焼いていきます。はい、では手羽先がね、いい色に焼けたので、はい、一回取り出しますね。はい。あ、取り出します。取り出します。それだけ取り出します。師匠受けてるじゃないですか。師匠受けてます。めちゃくちゃ肝に入ってきた。はい、まだ完全にね火は通ってませんが、まま、はい、焼き目だけつきました。でこれから煮るんでね、そのね合わせ調味料を作りますね、これ先にね、はい、まずお醤油です。大さじ3、はい、醤油にこれがお酒ですね。 100cc です。アルコール消毒、はい、そうですね、うん、みりんです。そうなんですか、みりん大さじ3。消毒はしないでしょ。消毒はしないですけどね、まあ、水に、あとお砂糖、はい、お水 200cc、はい、ね、砂糖が大さじ1です、はいはい、さあ混ぜ合わせたところで、はい、ショーのポイント1番、味噌。ここまでだとね普通の甘辛味なんですけども、はい、今日はねここにこの梅を加えます。お、梅干し種を取って叩いてありますね、うん、これイワシなんかだとよく使いますけど、やりますね、青背の魚をね、うん、梅で煮たりしますよね、はい、そんな感じってことですか。そんな感じですね。へ、今日まあご飯に合うお料理ということで、はい、ベースは甘辛の味付けなんですけれども、はい、ね、ご飯と間違いなく合 う梅を加えることで、お酢じゃダメなんですね。さらにご飯と合う味になる、うんうん、梅がね香りもいいですしね、やっぱり味も梅の味がして、はい、でこってりめのね、しっかり味の甘辛いタレに梅のほのかな酸味が全体に広がって味も引き締まって美味しくなるんですね、うん、はい、ね、なんかシーンとしました、はい、
誰も押してるのに答えてくれないんですもん。あすいません全く無視したんでちょっとびっくりしたんで、ね、お酢じゃダメなんですねって言っても梅が酸っぱいからいいじゃないですかお酢梅がね、それでいいんで答えてくださいね。すいませんイラッとしてました今噛み合ってあれいやどうでもいいかなと思ってあ失礼しました。どうでもいい存在なんで喧嘩しないでください。じゃあこんにゃくと椎茸をね今度これ炒めていきますね。先生これフライパンは先ほどと同じ。そうなんかあのさっきのね手羽を焼いて油が出てますよね。この油で炒めてあげる。ああいいんですよ。椎茸とこんにゃくをね。改めてだから油を追加しなくて。この油が美味しいじゃないですかね。鶏、はい、の油がね。ああ出るんですね。旨味がね出てますから。こんにゃくも椎茸もあの油脂分がないですからね。こう油でコーティングしてあげることで美味しく仕上がるわけですね。なるほど。コーティング。椎茸もね美味しいエキスを吸いますしね。あとは今日はこんにゃくと椎茸ってヘルシーですね。どっちもほとんどカロリーないですからね、うん、これとてもいいですよ。はい聞いてますよ、はい、手羽先もねヘルシーですね。手羽先もねヘルシーですね。コラーゲンもありますしね、はい、あコラーゲン本当に女性にコラーゲンでなんかヨーキーがね昔食べてたって言うた先生が先言うたごめんなさいすいません聞いたやつなんですね。はい、ちょっとね、手羽先をこれ戻しますね。ちょっと受けてきました。先生ちょっとずつ笑っていや、笑ってますよ、さっきからね。じゃあもうちょっと口角を上げてください。たまにね、シューシュー怒ったままやると、ね、口角を上げてください。めちゃくちゃ笑ってますよ。楽しくね、料理は、はい、僕、藤原さん好きですもん。ありがとうございます。それだけです、一言多いな。あれ、ね、調味料を入れますね。はい、合わせ調味料を加えていきます。それで大体こうね落とし蓋をしてあげて8分から9分ぐらい入れていきましょう、はい、真ん中はこうちょっと開けておいた方がいいですね、はい、真ん中開けとく方がねこうねぶわーっと吹かなくていいですからね、はい、じゃあ煮ていきます。さあではこの間に先ほどでしたね大根の今度はおかかあえを作りたいと思いますね、はい、これは大根まずおろした状態ですね。はい、150g、はい、で今度ここにこれはね角切りにした大根です。5ミリのダブル大根ですね。はい、ダブル大根ですね。違うね。次はこの角切りの大根とおろしの両方を使うことで、はい、食感の違いをね、はい、楽しんでいただきたいと思いますね。なるほど。でここにまた梅干しです。はい、梅干し3個分ですね。大活躍ですね。梅3パワー。次はそして鰹節です。はい、おかか。おかか。はい。おかかというのはねあの昔陽気比がねこう違うね。ちょっと違います。違います。コラーゲンの話です。コラーゲンね。コラーゲンだけですね。手羽先だけです。カカオは違う。おかか違う。はい、おかかは食べてないかも。あね、おのりもね加えたんですけど、はい、これちぎりながらここにじゃ。焼きのりをじゃあはい。手洗いました？いやいや。手洗ってます。大丈夫ですか？はい。あ、言ったんで。アルコール消毒。出てるんですよね。はい。しっかり洗いました。石鹸で洗いました。バッチリ。バッチリ。大丈夫です。そんな大きくていいんですか？ね、ちょっと大きいですね。ダメですか？ちょっと指示しないと。ちょっと大きいです。ダメですかって自分もどうしようかなと思ったんですけど言えなかったから。大きいよ。すみません。完全大きいでしょ。ちょっと大きいですね。失礼しました。まあ容器比は大きい方が好きだった。わさびですよ。わさびをね、醤油で溶いてから入れた方がね、混ざりやすくなりますね。こういう風にね、はいはいはい。ここで味付けますよ。はい、全体にね、こっちの方が行き渡りますね。美味しそう。これ美味しいですよ。これ美味しいんですよ。おつまみにも良さそうでしたよ。でね、この鰹節とか梅とか海苔をこうわさび醤油で混ぜたものね、京都で錦木っていうお料理であるんですね。京都のおばんざいの料理ですね。錦木っていうの。で他にみょうがを入れたりとかネギを入れたりとかね。あ、いいですね。お酒にもご飯にも合いますね。はい、美味しいですよ。コンビ名錦木にしよう。いやいや、急に変更。今度から錦木さんのお二人。違いますからね。違いますよ。錦木さん。大変だね。ややこしいわ。美味しそう。まず一品完成です。すごい、あっという間。あっという間に出来上がりました。さあでは、さらに大根のおかかあえは大根、梅、かつお節、焼き海苔を混ぜ合わせわさび醤油で味付けをしています。では先生続きお願いします。はい、ではこの甘辛煮の方がねそろそろいい感じにこう煮詰まってきてますね。いい色ですね。はい、じゃあ仕上げていきましょうね。はい、ではここから小のポイント2番です。うん、はい、こちらの青じそですね。青じそを刻んだもの、千切りにしてあります。これを混ぜます。はい、うわ、美味しそう。ここにね青じそを加えることで爽やかさをプラスしましたね。甘辛の味に梅を加えることでご飯に合う味にしましたけれども、甘辛の味はねしっかりした味なのでね、食べてると少し食べ飽きてきますからね。でこの青じそを加えることで青じその風味がアクセントになってどんどんご飯が進む味になりますね。本当にいい香りです。香りが立ってきたんです。すごくいい香りです。
あの原西が、はい、青じそ大嫌いなんですけど、知りませんでした。本当に一気に表情が変わっていったんで今それ言えるかと思ったんですよ。先に言ってくださいよ。ほんまにダメなんですよ。めっちゃ美味しそうやったのにね、僕の中でちょっと崩れましたね。ガラガラガッと食べれるようになりますよ。大丈夫ですか？本当にダメなんですよ。いい大丈夫ですかね。そうなんですね。じゃあちょっとチャレンジしてみます。そうですね、チャレンジしてください。ぜひぜひお願いします。陽気日も青じそ好きだったんですよ。ちょっと嘘ばっかりやめてください。すいません。先生は嘘つかないでください。しつこいって怒られます。陽気日自分で育ててたんでね、青じそ。いや、嘘つかなくていいですよ。さあ、もう豪快に持ってしまいましょう。ガーンと。おいしい。美味しそう、青じそのいい香りですけどね。いい香りがしますね。はい、入りごまを散らして完成です。はい、ということで手羽先の甘辛煮、そして大根のおかかあえ完成です。美味しそう。